いすみ鉄道いすみ100型機動車は、いすみ鉄道が1988年の開業時に導入した機動車である。後年の改造によって全車がいすみ200型を経て、いすみ200型となった。東日本旅客鉄道木原線が1988年3月24日に、第3セクターのいすみ鉄道に転換されるのを前に、富士重工業によりいすみ101いすみ107の7両が、 製造された。当自動車が第3セクター鉄道向けに製造していた LE、カーリンシリーズの一種である。後に座席をセミクロスシートからロングシートに改めイスミ200型に、さらにその後の床の張り替えによりイスミ200型となった。老朽化により、後継のイスミ300型、イスミ350型への置き換えが進んでおり、2015年6月現在、206、 のみが、いすみ船内で運用されている。1985年以降、明治鉄道、たるみ鉄道、鉄道、天竜浜名古鉄道などで、採用例のある LE カーリーの15メートル級普通構成車体で、バス車体工法を取り入れており、側面の屋根が浅く、側板にはリベットが打ち込まれている。両端に、バス用の折、扉を設置し、 乗務員室側のみ乗務員室扉を設置した。扉間の窓は中間五組が上段固定下段横引き窓であり、出入り口扉の隣の窓は固定窓である。前面に貫通扉を設置している。車体寸法、構造、性能は天竜浜名湖鉄道 TH1 型に準じる。塗装は千葉県の県下である名の花を表す。 黄色地に海と山を表すエメラルドグリーンの細い帯と緑色の太い帯を車体裾に入れている。ロングシートカゴの車内製造当初、座席は出入口よりをロングシート中間部を向かい合わせの固定クロスシートとしたセミクロスシートであったが、後に全車がロングシートに改造された。トイレは設置されていない。ワンマン運転に対応するため、 運転室付近に運賃箱と整理券発行機を設置している。運賃表示機は設置せず、三角表を掲示している。機関直結方式、冷房能力22000キロカロリー、H の冷房装置を装備した。エンジンは、LE カーリー標準喉、トラックスポリエチレン 6H ディーゼルエンジンである。台車は、空気バネ式二軸ボギー台車で、一方が二軸駆動の動力台車。 もう一方が、不随台車となっている。204は、数年にわたって、大竹駅に留置されて旧車となっていたが、2010年に、JR 西日本からキハ5225を譲り受けしたため廃車となった。同車は210万円で販売に出され、2010年12月に、温宿町の養鶏業者、村井市養鶏場に売却された。同車では2011年4月に購入した。 万葉線で7052、北陸鉄道も、破百7 5 2とともに、いすみ市に開設した、農場を、ポッポの丘の農産物直売所として利用している。また203は2012年1月8日の、ありがとう運転を最後に、さらに207は、同年3月末に廃車となり、ミャンマーへ譲渡される予定となっている。二百五は二千十三年三月十四日を、もって、 運用を離脱した。202は2015年1月に危機系統の不具合が発生し運用離脱。その後廃車となり2015年7月9日に国吉から陸送にて茂原市の鮮明製造工場三振に移送され、工場直売所の一角で来場者休憩室として利用されている。ありがとうございます。